さあ、ウーネンティン選手にお話を伺ってまいりますが、あの4回2対1、森選手のホームランで1点のリードになりました。その展開での打席だったんですが、お気持ちはどういったものがあったんでしょうか。いや、特に何も考えずに、はい、打席立って、ホームランになってよかったです。真ん中高めのゾーンだったんですが、はい、よく打球がライトスタンド深いところまで飛んでいきましたね。手応えはどうでしたか。手応え完璧です。このホームランが6月以来となったんですが、久しぶりのホームラン、やっぱり気持ちいいですか。そうですね、なかなかホームランが出ない中で、自分も長い間苦しんでたんで、この1本で本当にきっかけにして、また明日頑張りたいです。少し苦しい時期というお話もあったんですが、8月はよくヒットが出ています。状態は良くなっているという手応えはありますかね。そうですね、本当に今状態いいんで、まあ、期待応えられるように、頑張ります。そしてトマーツメッセージも届いております。ウーネンティン選手の一発を本当に本当に待ち望んでいました。ウーネンティン最強最高ウーという言葉ありました。さあ、そのファンの皆さんに一言お願いいたします。今いい、まあ、優勝を争ってるとこいるんで、本当にファンの声援が本当に、必要となってるんで、本当に一戦一戦僕たち選手を、目の前の試合、勝ちに組んで応援よろしくお願いします。まず一人目、大きなホームランを放ちましたウーネンティン選手でした。ありがとうございました。おめでとうございます。上次刚才被轰的是他这个赛季的被打的第十一支全垒打。哦，吴念庭这一发恐怕也要出去喽，在界内吗？哦，红不让。吴念庭本赛季的第四发全垒打，出现在这场比赛的四局下半。在森友塞打出了生涯第100号全垒打之后的两棒过后，轮到吴念庭开轰。再欣赏一次这个在胸口高度的进垒点的直球，被吴念庭完全的咬中，飞的是又高又远，本季的第四轰以及第